カモスタット 100mg 状カモスタットはセリンプロテアーゼ阻害剤。セリンプロテアーゼは体外で様々な機能を持っているためカモスタットには様々な用途がある。いくつかの形態の癌の治療に使用され一部のウイルス感染に対しても効果的であり肝臓や腎臓の病気や膵炎の繊維化を抑制する。日本で市販されている。 蛍光タンパク分解酵素阻害剤、フオイパンジョーが1985年から発売されており、後発品もある。副作用として、ショック、アナフィラキシー様症状などのアレルギー、過敏症、高カリウム血症、低ナトリウム血症、血小板や白血球減少、肝機能障害、横断などが報告されている。カモスタットは TMPRSS2 の阻害剤である。 TMPRSS2 の阻害は、ヘラ細胞における SARS 株及びハコフ NL63 による感染を部分的にブロックすることが分かっている。研究では、カモスタットが COVID-19 の原因となるウイルスである SARS 株マイナスにのかるマイナス3肺細胞への感染を大幅に減少させることがインビトロで示されている。日以降は二0二0年十一月十一日、 カモスタットメシルサンジオコロナ治療薬としてアメリカ合衆国で第二臨床試験を始めたと発表した。2021年1月まで実施予定。ありがとうございます。